はい、こんばんは。今日から身体にチャットで YouTube ができるようになりました。ここのボタンが新しくできました。今、パソコン2台で、入ってます。今からですね、YouTube をかけますけど、他のブラウザーからですね、URL をコピーしますね。まず、この動画は自分のだからあれですね、それでですね、ここのボタンを押します。この画面は今までの前のと変わらないですね。ここに先ほどの URL を貼り付けます。はい、ここに出てきました。このままかけてもいいんですけど、一度これを登録しておきましょう。このプラスボタンで登録しますね。実を言いますと、この1,2,3、これ全部自分の動画なんですけど、登録しました。3つ登録しています。要するに部屋が始まる前にここに登録しておけばいいんですね。一旦バツを押しておきます。はい、自分の順番になりました。これから YouTube をかけます。その時ですね、まず YouTube ボタンを押しますね。はい、これをかけたかったらこれを、クリックします。はい、今、一時停止させました。このようにですね、一時停止もやりやすくて、すぐできて、例えば、この YouTube の動画にですね、何曲か入ってて、2曲目からかけたいとかいうときも、ここですぐ この変えられますんでね、こういうふうにね、変えられますんで、ちょっと。これでうまくいくと思います。こういうふうにね、今ちょっと焦って動きが来ませんでしたから、このようにね、ここから始めたかったら、ここから、で、ここから、ここにできますんでね。で、普通はこれで書き終わると、これが自動的に閉じるんですけど、先ほどみたいに、リストに登録している場合は、連続でかかってしまうんで、曲が書き終わったら、ここでバツを押します。このままかけてしまうとですね、ちょっとやりますけど。あ、閉じましたね。あれ、おかしいな。いいや。とにかくこのようにですね、かけれます。はい。そんなとこかな。はい。